フィリップ・シーモア・ホフマンは、アメリカ合衆国の俳優。2005年公開の、カポーティでアカデミー主演団優勝とゴールデングローブ、主演団優勝を受賞した。ニューヨーク州ロチェスター出身。父親のゴードン・イス・ホフマンは、ゼロックス社の重役。母親のマリリニエル・オコナーは、家庭裁判所の判事。二人の姉妹と脚本家の兄がいる。父方から、ドイツ人の、 母方からアイルランド人の血を引く。9歳の時に両親は離婚。高校時代はレスリングの選手だったが演技に興味を持ちニューヨーク大学のティッシュ芸術学校で演技を学ぶ。薬物やアルコールの依存症に苦しみ過去に数回治療を受けていた。2014年2月2日ニューヨークのマンハッタンにある自宅アパートで遺体で発見された。 死因は、現地警察の発表では、ヘロインや、その他の薬物の過剰摂取によると見られている。46歳没。警察は、フィリップの自宅から20本の注射器と50袋の、ヘロインを発見している。警察は、フィリップに薬物を売った者の行方を追っている。亡くなった4日後に開催された第64回ベルリン国際映画祭では、 彼の死を痛み、カポーティが追悼上映された。1990年代初めに、ローオーダーなどのテレビ番組に出演するようになる。1991年に、トリプルボギーオン、エーパーファイブホールで映画デビュー。1992年公開の、戦闘ブーマン、夢の香りで、主人公の同級生である、甘やかされた生徒を演じて注目された。 その後、大作にも脇役で出ているが、特にポール・トーマス・アンダーソンやトッド・ソロンズ、スパイク・リー、公演兄弟などの個性的な監督の作品に出演している。舞台にも立っており、サム・シェパードのトゥルー・ウエストや友人・オニールの夜への長い航路に出演した。映画制作会社を設立。同会社第一制作作品として、高校時代からの知り合いであった。 ベネット・ミラー監督によるカポーティを制作。この作品でトルーマン・カポーティを見事なまでの表意で演じ切り、アカデミー主演団優勝やゴールデングローブ主演団優勝と、その年の映画賞における主演団優勝を総なめにした。2007年公開のチャーリー・ウィルソンズ・オート2008年公開のダウトあるカトリック学校ででアカデミー助演団優勝に2年連続で、 ノミネートされた。2012年、ポール・トーマス・アンダーソン監督作品、ザ・マスターで、新興宗教の競争を演じ、ベネツヤア国際映画祭団優賞を、ホワキン・フェニックスと共同受賞し、再びアカデミー助演団優賞に、ノミネートされた。1999年より、衣装デザイナーのミミオドネルと交際し、二人の間には2003年に、長男が2006年に、 長女2008年に次女が誕生。長男のクーパーも俳優となった。父、フィリップの名優ポール・トーマス・アンダーソン監督の作品に主演する予定である。ありがとうございます。